110番は日本で最も有名な電話番号と言えるでしょう。わずか3つの数字で警察が助けてくれるのです。たとえ自分の家に電話したくないといった状況でも、これほど頼れる存在はありません。ある日、ある少女は110番を3回も鳴らしました。しかし彼女は助けてもらうことを迷っているようでした。電話から1時間後、彼女は悲しい結末を迎えます。なぜ彼女は助けを求めなかったのか、彼女と一緒にいたのは誰なのか、3回の110番の向こう側に潜む謎は、とても3つの数字では表現できない複雑なものでした。2004年6月20日午前6時50分ごろ、茨城県岩井市長洲の市道を車で通りかかった男性は、市道脇の草むらに倒れている人影に目を留めました。驚いた男性が車を降りて確認してみると、倒れていたのは若い女性。女性は意識不明の重体だったものの、その時点ではまだ息がある様子だったため、男性は急いで119番通報します。そして女性は近くの病院に緊急搬送され、懸命な治療を受けましたが、同日午後2時15分頃、発見からおよそ7時間半の時を経て帰らぬ人となってしまいました。この時に亡くなったのは、茨城県佐島郡佐島町に住む高校1年生の平田恵里奈さん。彼女は用水路と市道の間のくぼみにうつ伏せで倒れていました。発見時のエリナさんの様子を見てみると、上は青色の T シャツに黒色の半袖ジャケットを羽織り、下はジーンズのハーフパンツ姿という格好。目立った外傷や着衣の乱れはなかったといいます。ところが興味深いことに、この時彼女は靴を履いていなかったのですが、用水路脇の草むらで発見されたにもかかわらず、靴下の裏が汚れていなかったのです。このことから警察は、エリナさんがどこか別の場所で危害を加えられた後に発見地点まで連れてこられて放置された可能性が高いとみて捜査を開始。発見時の彼女は持っていたはずの財布を所持しておらず、さらに首には携帯電話のストラップがかかっていましたが、携帯電話自体は現場に残されていなかったことがわかります。また司法解剖の結果、死因は携帯のストラップで首を絞められたことによる窒息死であることが判明しました。エリナさんが通っていた高校によると、彼女は事件前の14日から16日までの間、学校を休んでいたそう。事件3日前の17日には登校しており、担任の教員らと面談した際には家に居づらいなどと話していたといいます。果たしてエリナさんはどのようなきっかけで何者かに悪意を向けられるに至ったのか、事件当日の彼女の行動を追っていくと、興味深い事実が次々に浮かび上がってきました。事件前日の夜、6月19日の午後9時ごろ、エリナさんの兄は彼女が自宅から出かけるところを目撃しています。彼女の家族がエリナさんを目にしたのは、それが最後となってしまいました。この後、家族がエリナさんの携帯電話に電話をかけても繋がらなかったと言いますが、エリナさんは外で携帯電話を普段通り使用している様子が確認されているため、彼女は家族からの連絡を拒絶していたものと思われます。日付は回り、20日の午前0時頃、エリナさんは岩井市内のファミリーレストランで友人の少女と食事をしていました。その友人の話によれば、この時のエリナさんに特に変わった様子はなかったと言います。その後、午前1時36分に2人はファミレスを出ると、そのまま向かいにあるコンビニを訪れています。エリナさんはそこでプリペイド携帯のカードを購入しようとしていたようですが、置いていなかったため店を出て、2人でもう1人の友人を待つために公園へ移動。その公園で1時間ほど待つも友人は来なかったため、再びコンビニを訪れると2人はそこで別れています。2度目の来店でエリナさんは小型ナイフ付きのマルチツールキーホルダーなどを購入しており、店の防犯カメラにはその時に会計を済ませるエリナさんの姿が残されていました。その後も彼女はコンビニに留まり、座って雑誌を読み始めたところを店員に注意されたことで、午前5時過ぎにコンビニを出ています。店を出たエリナさんは、普段から通学に使っていた自転車に乗り、500メートルほど離れた別のコンビニに向かいました。そしてこの後、事件は大きく動き出すこととなります。午前5時45分頃、2軒目のコンビニを訪れていたエリナさんから、
財布をすられたという内容の110番通報が3度もなされていたのです。その時のやり取りは次のようなものでした。1回目の通報は会話をする間もなく切断されてしまいますが、直後に2回目の通報がなされ、お金をすられた。どこにいるの？祝いのコンビニ。どんな人にすられたかわかる？見覚えのある人、祝い所の連絡先を教えて。祝い所はないから。2回目の通話はここで切れてしまい、3回目の通話では警察官が堺警察署に来るように伝え、エリナさんもはいと答えています。この通話については大きな疑問点が残されていますが、ここでは話を先に進めることにしましょう。2店舗目のコンビニ周辺では有力な目撃証言が2件残されていました。1件目は誰かと待ち合わせをしている様子のエリナさんを見たというもの。そして2件目はコンビニは閉店しているにもかかわらず駐車場に入っていく乗用車を見たというものでした。コンビニの従業員によれば、午前6時頃にはすでにエリナさんの自転車が店の前に置いてあったそうで、彼女はそこで何者かと待ち合わせをしていた。そしてその相手とは車の持ち主だったという可能性が浮上してきたのです。そしてその相手を探る手がかりとして、エリナさんは友人と別れてから午前5時45分に110番通報するまでの間、複数の相手に何度も電話をかけていたことが判明しました。捜査本部は顔見知りの犯行とみて、電話の発信先を中心に交友関係を調べていきましたが、有力な情報はなく捜査は難航します。家族は取材に対し、エリナさんの携帯電話は交際している高校3年の男子からプレゼントされたものだと話していたそうですが、警察は男子生徒の特定には至りませんでした。それもそのはず、エリナさんには学校外に真の交際相手がおり、その存在を家族に告げてはいなかったからです。その交際相手とはナンムモニ・チャミンダラという36歳のスリランカ人男性。彼はエリナさんが亡くなったという事件の報道を見て警察署を訪れ、エリナさんにねだられて携帯電話を買い与えたが、事件とは関係ないと話したといいます。しかしその後、彼に強い疑いがかけられていないところを見ると、彼はこの事件とは無関係だった可能性が高いと言えるのかもしれません。そして財布とともに亡くなっていた携帯電話については、発せられる電波からその位置を特定したところ、エリナさんが発見された地点から約70キロ離れた中町で捨てられていたことが判明。その移動距離から推察するに、犯人が車で移動した後に証拠隠滅を図って捨てられたものと思われました。ここで重要になってくるのは、エリナさんが2店舗目のコンビニ前で車の持ち主と待ち合わせをしていたらしいということ。さらに情報をたどっていくと、午前5時45分頃、コンビニ前に白い軽自動車が止まっており、助手席に黒っぽい服を着た少女が乗り込むのを見たという目撃証言が存在していました。黒っぽい服というのは黒の半ジャケットを羽織っていたエリナさんの特徴と一致しています。さらに興味深いのは、車を運転していたのは年上らしき女性だったと証言されていること。果たしてこの女性はエリナさんとはどのような関係だったのでしょうか。その後、懸命な事件捜査が行われたにもかかわらず未解決となってしまった今回の事件ですが、どうやら警察は容疑者の候補を掴んでいたらしいという情報が残されていました。その容疑者候補とは、あるトラックドライバーの男性。彼には次のような疑わしい点が複数存在していました。事件当日仕事を休んでいること、事件後行方をくらましたこと、警察が男性の勤務先に3度訪れていたこと。この男性については、事件を取材していたテレビ局がその所在を特定し、彼に対してインタビューを行っています。エリナさんの事件については何かご存知でしたか？何もわかんないですね。会ったこととか、例えばメールを交換したこととか、そういったことはございますか？はないです。一度もない。はい。6月20日に何をされてたんでしょうか？寝ていましたね。寝てた。はい。例えばそれを証明するもの、もしくは、証言して知ってくれる方とか、いらっしゃいますか？あ、ちょっといないですね。警察署に放置されています。事件については何もわからない、エリナさんと連絡を交わしたことはない、事件と失踪時期は偶然重なっただけ、そう語った彼ですが、事件当日の行動については寝ていたと話すなど、要領を得ない点が多くあったように思います。
そもそも唯一証言可能な友人が警察署に拘置されるような人物という時点で、トラックドライバーの男性の素性も知れたものではないのではないでしょうか。直接関連があるかはわかりませんが、エリナさんはスリランカ人男性との交際以前に18歳の男性と交際していた事実も知人の証言からわかっており、彼がそのトラックドライバーだとしたら疑いはますます大きくなるばかりです。目撃された白い車の女性、携帯を買い与えたスリランカ人の男、そして元彼の疑いがあるトラックドライバー、今回この事件が17年という長期間未解決となってしまっている要因、それは彼女の交友関係の広さが犯人の隠れ蓑となってしまったからなのかもしれません。エリナさんは事件発生の10日間の間に携帯電話で数十人の人物と連絡を取り合っていたらしく、十数人ではなく数十人という表現から考察すると20人以上ということになるでしょうか。2000年代初頭は携帯電話で出会い系サイトを利用し、それがトラブルとなる事件が目立ち始めた時期でもあり、彼女がそれらのサイトを利用することで事件に発展した可能性はあります。彼女がコンビニで購入したマルチツールキーホルダーは護身用と考えられ、おそらく初めて会う人物への不安を少しでも軽くするために手に取ったのかもしれません。警察への通報時、見覚えのある人と話した彼女の意図は、サイト上で写真しか知らない人物だったからと考えると辻褄が合います。ただここで疑問として生じるのは、なぜ彼女は警察に通報する余裕があったにもかかわらず結果として命を奪われてしまったのかということ。ここで推測できる可能性の一つとして、エリナさんの財布窃盗事件と殺人事件は全く別人物による事件であったという可能性もなくはありません。彼女はネットで知り合った男性とコンビニで合流する約束をしていた。しかし会いに来た男は彼女から強引に財布を奪い逃走。その後知り合いの女性に連絡し交番まで送ってもらうこととなるが、その車内で何かしらの口論となり事件が起きた。エリナさんは発見された当初は息があり、犯行は彼女のストラップによるものでした。つまり犯行は力の弱い女性でも行えた可能性があり、計画的ではなく突発的な感情の爆発によるものだったと思われます。しかもこれはネット上の一部の情報なのでデマの可能性もありますが、エリナさんには頻繁に車で送り迎えをしてくれていた女性がいたとされ、その女性と他の男性との間で恋愛の三角関係が生じていたとの噂がありました。その女性は結局証拠不十分として逮捕されることはなかったそうです。果たしてコンビニで目撃された白い車の所有者はその女性だったのでしょうか。未だに真相は深い闇に覆われています。最後にどうしても気になってしまう一つの大きな疑問、それは彼女がなぜ靴下のまま草むらで横たわっていたのかという謎です。想像を膨らませてみると、彼女は一晩寝ておらず、度重なる徒歩での移動もあって体力的には限界が来ていたのではないでしょうか。それを前提で考えると、おそらくエリナさんは乗車した車の中で靴を脱ぎ横になって眠ろうとしていたのかもしれません。犯人の犯行動機はわかりませんが、その姿を見た犯人が無防備な彼女を見て犯行に及んだ。家に居づらい、そう話していた彼女の心の内は今ではわかりませんが、彼女が心の中に何かしらの寂しさや満たされない何かを抱えていたのは事実でしょう。数十人とも言われた彼女の電話相手や複数の男たち、深夜一人でいる彼女を誰かが気にかけ一緒にいてあげられれば、そのようにならなかったことが悔やまれます。現在警察の捜査状況は分かりませんが、殺人の時効が撤廃されている今、悲劇の真相がいつか明かされ、犯人に償いと後悔の日が訪れることを切に願っています。